ては中継ライブ福島です。今週末に行われます注目の祭りの話題なんですが、こちらご覧いただきましょう。はい、福島市飯坂の町内で毎年10月に行われる飯坂喧嘩祭り、五穀豊穣を願って行われる飯坂八幡神社伝統の秋祭りです。祭りのハイライトは2トンにもなる屋台同士をぶつけ合う宮入り。神社の境内には6台の屋台が入り乱れ、次々と屋台同士の喧嘩が行われます。その激しさから日本三大喧嘩祭りとも言われているんです。はい、で実はこの激しい喧嘩を支えているのは太鼓だということなんですね。はい、今日から始まった太鼓の稽古の現場に栗原アナウンサーがいます。さあ、今日から太鼓の稽古が始まりました。福島市の飯坂八幡神社です。もう非常にこの現場盛り上がっておりまして、小学生中学生たちがこの稽古をしています。で祭りの本番では日中屋台に乗って街を回りながら太鼓を演奏します。で夜になりますと屋台同士がぶつかり合う喧嘩ということになります。でこのようにですね、今日は小中学生が集まって、非常に大人たちも集まってこの練習が行われています。で喧嘩祭りといえば屋台同士がぶつかり合うその瞬間が印象に残ると思うんですが、実は祭りの大きな流れを演出しているのはこの太鼓なんですね。どういうことなんでしょう。曲を演奏し分けることで、はい、その祭りの進行を表現していきます。それではですね、まず日中どんなことをするかと言いますと、こちらご覧ください。はい、この屋台、花がついたすごくゴージャスなこの屋台に乗って太鼓を叩きながら街を練り歩きます。みこしを先導していきます。でここに子どもたちが乗って太鼓を演奏していくわけです。はい、でその時に演奏するのが今子どもたちが演奏している流しという曲です。でこの曲はですね、祭りの荘厳で格式高い雰囲気を演出しているんです。ちょっと聴いてみてください。響きワクワクしてきますよね。これ京都の祇園祭りに流れを組む伝統的な太鼓と笛でして、このメロディーが祭り の盛り上がりに火をつけるわけですね。はい、わかりますね。さあ日中はこのような響きなんですが、夜になるとガラッと変わります。はい、夜になりますといよいよ、屋台同士がぶつかり合う喧嘩が始まるわけなんですが、こちらです。まず屋台が変わります。この大きな屋台、まだ屋根や提灯ついていないんですけれども、飾りをつけるとなんと2トンほどにもなります。100人近くで担がないと動かないような大きなもの、そしてその中央に太鼓の皆さんが据えられています。このようにですね、車輪がないんですごく不安定な状態で太鼓を叩かなくちゃいけないんですね。それではその屋台同士がぶつかり合う際に演奏する曲、宮入りです。どうぞ。この音色、響き、先ほどと違い変わりますと、いよいよ喧嘩が始まる、そんな響きですよね。力強いですね。で実はさらにね、ギアが上がるんです。祭りのハイライトというと、勝ち負けを決める上でも重要な屋台同士がぶつかり合う、まさにその瞬間、こちらご覧ください。写真です、その瞬間の。はい、屋台が斜めになっていますよね。同士がぶつかり合う衝撃でこういう風に斜めになったり揺さぶられたりですね、ものすごい状況の中で弾かなくちゃいけないんです。その激しさを演出する曲があるんで、そちらも聴いていただきましょう。皆さんお願いします。ほら、わーわーわー、早い早い、ね、どんどん速くなってきますね。一段階上がりました。で何がすごいというかというと、はい、この激しい太鼓をぶつかった衝撃の中でもやらなきゃいけません。しがみついたり、もしくは抱っこをしてもらったりしながら太鼓を叩き続けます。で
なぜねそこまでして太鼓叩き続けるかと言いますと、実は喧嘩祭りやっぱり勝ち負けがあるんですね、うん、で太鼓を途切らせてしまったら負けというしきたり、だから何としても叩き続けるという、まあ、この執念でね太鼓を叩き続けるわけなんです。で祭りの本番になると夕方からこの屋台同士の喧嘩が始まります。5時間にわたって人が代わる代わる叩き続けるんですね、はい、さあ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。お話を聞いてみます。もうね息が上がってます。皆さんこちらへどうぞ。ありがとうございます。上町睦巳会の、木戸正さん、船山達彦さん、そして、木戸ゆりえさんです。よろしくお願いします。もう皆さん息切れてますね。あ、そうです、すごく大変です。やっぱりあの喧嘩の一番のハイライトのところっていうのはあれだけ盛り上がるわけですね。そうですね、負け止まったら負けになってしまうので絶対止まらないことを意識してます。で皆さんあの10歳から太鼓始めておよそ15年ぐらい太鼓叩いてるんですけれども、先輩から教わった大事な教えがあるそうなんです。木戸さん、どんなものですか？そうですね、この屋台見ていただければ分かるように、屋台の中心に太鼓が設置してあります。人間で言えば心臓の位置に当たるのが太鼓です。人間の鼓動が当たり前になるように、飯坂の太鼓、この太鼓も当たり前になることを意識してやらせていただいてます。太鼓が祭りの心臓なんですよ。ありがとうございます。さあ子供たちの話聞いてみましょう。皆さん、先輩たちの太鼓どうだった？超かっこいいですね。超かっこいい。どうだった？かっこいいですね。好きになっちゃうよね。はい。ありがとうございます。今日こうした子供たちが憧れて、あの姿に憧れて受け継いでるっていう部分なんですね。じゃあ稽古始めましょうか。お願いします。さあいよいよ稽古太鼓が始まります。街を練り歩いての稽古太鼓になります。この後地域の大人やそして子供たちが一緒に屋台を引いて、街中を太鼓を鳴らして練り歩きます。それではお願いします。出発。さあ今日から始まった太鼓の稽古、町中のエネルギーを凝縮したその太鼓が祭りの始まりを告げています。以上、飯坂八幡神社から中継でお伝えしました。いや、みこしがねぶつかり合うっていう印象は強かったですけど、はい、太鼓に注目したことはなかったです ね。一足先になんか祭りの雰囲気を味わわせてもらいましたけれども、あそこでね、もうみこし屋台同士が喧嘩をする、もうさらにね盛り上がるんじゃないでしょうか、はい、でもこんな中でも叩き続ける、うん、屋台の心臓ですから止めるわけにいかない、はい、すごい心意気ですね。おんぶとか抱っことか言ってましたよね。ちょっと見てみたいですね。生で見てみたいですね、はい、そのこういう中で叩いてる姿ね、はい、でその飯坂喧嘩祭りは30日の金曜日に飯坂八幡神社で太鼓の奉納が行われます、はい、そして1日の土曜日は日中太鼓屋台がみこしを先導して街を巡ります、はい、そして夕方5時半からはハイライトの宮入りが行われるということです、はいね、その太鼓の響きに、ね、耳をしっかりと傾けて祭りを味わうと、ね、あそうだったのかと、あ心臓動いてんぞと、あ止まったみたいなね、女性もいましたからね、はい、ちょっと、ね、激しさ祭り楽しめるかもしれませんね、はいはい、ライブ福島でした。では外の様子です。